えー、今回紹介する動画は「ヨハネの目視録の12章」シリーズの1番目の動画ですね。1番目ののの動動画画解説のスタートとという動画となりますで、まあ、この「ヨハネの目視録の12章」っていうのは、まあ、非常に重要な章なんですけども、まあ、その章に関して、まあ、今ね勉強しておくってことは再度ね非常にまあ重要なことであるということですね。あのまあ、ハルマゲドンのの決戦の、ね、あのシリーズが今 あの最後のシリーズが先輩の方のを出してくださってますけども、まあ、ここともかかってくる部分ですねですからまずねこの、まあ、息抜きも兼ねてっていうとちょっとあれですけども、まあ、この解説のスタートっていうことでいろいろとねあのまあ朗読もありますしあの改めてその竜とかねその女とか。 まあ、そういったものをそのもう一度ねここで確認するというのはいいんじゃないかと思うんですよ息抜きも兼ねてでまあ自分自身が、まあ、どこまで整理できているのかとそのこのシリーズをまあ、まあ、皆さんも全部みねご覧になってく,れたくださってると思いますけどもまあ自分自身でまあどれぐらいね整理できているのかということをここでちょっとねまあ息抜きも兼ねてちょっと確認するのはいいんじゃないかなと自分は考えていますで自分もあのできればね 前も話したようにこのヨハネの黙示録の12章シリーズは一通りねあの勉強してもう一度あのまた動画の方でね紹介できたらなと実は思ってますで実際今ちょっとねあのペース <laughs> 少し遅いんですけどもなんとかねあのいくつか今もう勉強の方をねあの終えてあの順次動画の方であげたいなって今考えてます。 でもまあその前にねやっぱり再度確認してまあ、ちょっとねここで一息ついてあのー、もういいんじゃないかということでまあ、今回ねこの解説のスタートの動画を紹介させていただきます。でこの中で、あの中、ー、あ 前、ダニエル書の,その7つの時ですね、七つの時の,その復習という形で先輩の方がまた詳しくその冒頭の方でね説明してくださってますので、もしその点でまた興味が湧きましたらね、ぜひその7つの時のシリーズをまた再度勉強していただければと思います。また初見の方もね見えるかもしれないんで、ぜひこの点よろしくお願いいたします。この7つの時のシリーズに関してはね、なんとか自分紹介することができたので、またもしよろしければね、また自分の方の動画の方でも、 あの説明欄とかね読んでいただければ幸いだなと思ってますいずれにしてもこの「ヨハネの黙示録」の12章というのは本当にねこの最新の動画にもしっかりとねかかってきますのでこの点よろしくお願いいたしますあの本当にねあのこれもまた勉強になる動画なんですねですからさっき言ったように「七つの時」のシリーズの復習とそれからこの、まあ、朗読によってね、まあ、全体の概要をつかむ12章のそれからその「 いろんなそのキーワードが出てきますので、そのキーワードに関して今自分自身がどれぐらいのねあの理解度があるかということを再度確認していただければいいんじゃないかなと思ってますね。えぜひ動画の方の視聴をよろしくお願いいたします。でね別にそのまあ、皆さんね自分の方のまた再生リストをまとめてありますので別にこの1のね。 その解説のスタートからもう全部ね一気に見てしまうというのもそれはそれでありだと思ってますので一つよろしくお願いいたしますえ。ぜひ動画の方の視聴をよろしくお願いいたします。今回は以上です。ありがとうございました。